午後4時前です。袴田巌さんの弁護団が静岡地裁に入っていきます。袴田さんの姉秀子さんもリラックスした表情を見せています。午後4時から静岡地裁で開かれた袴田事件の3回目の三者協議終了後、弁護団が報道陣の取材に答えました。弁護団によりますと、検察は今回の三者協議でも有罪立証するかどうか方針を示しませんでした。私は非常にけしからんと思いますね。それは要するに、もう少なくとも今おっしゃったような有罪立証がされるのか、するのかしないのかというのは、もうすでにそんなのは決まってるに決まってますから、もう特別抗告しないということで、有罪立証はしないということで、私は決まってると思ってるんですけれども、それを単にいつまで回答するのかということで、期日を決めてるだけですから、いたずらに期日を延ばしてるだけだというふうに私は理解をしています。また検察は来月10日までに冒頭陳述案を示すかどうかも回答しなかったといいます。袴田巌さんは1966年旧清水市で味噌会社専務一家4人が殺害された事件で、一度は死刑が確定し、今年3月再審開始が正式に決まりました。これを受け、裁判官、検察官、弁護士の三者協議で裁判の進め方やスケジュールなどを話し合っています。これまで長年の拘置所生活で幻覚や妄想などの症状が現れる拘禁症状を理由に、弁護団が求めていた袴田さんの出廷免除について、裁判所は同意を示しているということです。我々としては、もちろん袴田さんが無罪であるということを明らかに、確認をしたいと。また裁判所は今後の三者協議について、予定されていた来月19日以降も開く方針を示し、新たに9月12日、9月27日、10月27日にも開かれることが決まりました。